皆さんこんにちは、マサゼン農園の草村です。今日は6月7日に今シーズンのいちご狩りも終わりまして、振り返りと、まあ、来年度に向けてどういう思いでやっていきたいなっていうことをご報告させていただこうというふうに思います。ご存知の通り、今シーズンはコロナウイルスの影響で観光業である私どももかなり深刻な影響を受けました。正直なところ4月の緊急事態宣言発令後はキャンセルも続き、例年とは異なる4月5月を迎えました。当園としましては閉園っていう選択肢もあったんですけども、3密対策を徹底しながら営業は続けていくという判断をさせていただきましたので、4月5月も営業はさせていただきました、させていただいたんですけども、開店休業状態で、ゴールデンウィークも閑散とした例年にない雰囲気のいちご狩り開催という形で進んでいきました。まあ、とはいえ、いちごはたくさんなりまして、実は今年何を隠そう、私がいちごを始めて、12年になるんですけども、一番上手にできた年で、味もよく量もたくさんできて、いちごは本当に満足のいくものが作れたなというふうに思ってます。でそのできたいちごも捨てることはできませんので、まあ、市場出荷とか新たな販路を探して観光農園ない形で皆様にお届けする。その中でもね、ピンチはチャンスじゃないですけど、この状況をどうやったら、まあ、よりいちごを皆さん届けれるか、いろんな試みを、させていただきました。まあね、いくつかあるんですけども、まず一番やってよかったなと思うのは内藤いちご狩り。3密を避けながらの貸し切り状態で、夜19時からと20時からという2回で、営業させていただきまして、実はね、夜間は伝承といって、もともとの本来の目的はいちごの生育を良くするための電気、まあ、僕らは伝承って言うんですけど、伝承がついている状態がすごく幻想的で、あ、この状態でいちごを狩りしたらどうかなというふうに思いまして、夜ナイトのいちご狩りを実施しました。とすごく高評価で、やっぱ夜の方がね、なんかいちごの香りが良くなるのか、雰囲気も昼とは違う雰囲気を味わうことができるということをお客様からもお聞きできましたので、これはすごくやってよかったなとも思いますし、来年度も毎日営業するか日を限定するかはちょっと今検討はしておりますが、来年度も続けていきたいなというふうに思っております。他にもいちごの量り売り、これまでですね、観光農園だけやったので、いちごの販売とかパックの販売とか全くせずにいちご狩りのみやったんですけども、やっぱりいちご欲しいという声たくさんありましたんで、今回はこういう状況ですのでお持ち帰りいただこうっていう中で、まあ、パックの販売よりは量り売りの方がいいのかな、皆さんご自分で選んでいちごを持って帰ってもらった方がいいのかなって思いまして、そういったこともやりました。その他にもコロナの時期にこういう形で YouTube の投稿も始めさせていただきましたし、まあ、インスタとかの SNSをしっかり活用していこうとやってきました。来年度はですね、少し YouTube でも、ご報告してますけども、現在いちごのハウスを増設しておりまして、規模的に言うと今の 1.5 倍、面積的には関西最大級の観光いちご狩り園になります。面積が大きいだけではなくて、やはり味もしっかりいいものを作っていきたいとも思いますし、プラスサービスですね、来ていただいたお客様が本当ご満足いただけるようなサービスを提供していければいいかなというふうに考えております。このオフシーズン、6月から次の観光農園が始まる12月までの間にしっかり準備して、スタッフ一同試行錯誤しながら頑張っていきたいなと思ってますので、乞うご期待ということでよろしくお願いいたします。コロナで気持ちが落ち込んだりとか、ちょっと我慢の時期が続いたかと思うんですけども、今後もね、ウィズコロナの時代が続くと思うんです。私どもはいちごで皆様の生活が、日常が少しハッピーになれば、サゼン農園としてもいちご狩りやっててよかったなってすごく思いますし、そういう声を聞くことによって、もっと僕たちも頑張っていけるかなって思ってます。ですから、まあ、来年度もどういう状況になるか分かりませんが、おサゼン農園はいちご狩りを続けていきたいと思いますし、来ていただいたお客様がご満足いただいて、少しでもハッピーになっていただけるような観光の目を目指して頑張っていこうと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。観光農園は、終了いたしましたけども、 YouTube とか SNS でおさぜん農園の活動とか
アップしていきますので、また今シーズン行けなかったけど来シーズン行きたいなとか思っていただけたら幸いです。また直売所に関しましてはおさぜんカフェにて、いちごを使ったメニューを販売しておりますので、おさぜんカフェを通じてまた皆様とお会いできれば、嬉しく思います。実はおさぜん農園少しなんですけど、いちごの他に梨の栽培もやっておりまして、8月9月こちらの直売所にて、梨の販売も実施しようと思ってます。そちらもご期待いただければと思います。いちご割り終わって僕たちも毎年終わってしまったなっていう感じで、やってる時はね割と皆さん毎日来ていただいて交流も出て楽しくさせてもらってるんですけど、やっぱいちご狩り最終日特にね、やっぱりね、あ、今年1年も終わったんやなっていう感じ、ちょっとこう感慨深くなります。今は本当にね来シーズンに向けての準備、いちごの苗作りとか苗の片付けとかしっかりしてるんですけども、来シーズン皆様に美味しいいちごを届けたい、もうその一心で日々頑張っております。美味しいいちごを作るためにスタッフ一同頑張っておりますので、また来シーズンもよろしくお願いいたします。今回は以上でおしまいです。今シーズンはどうもありがとうございました。